チップス5番目です。またまた XY プロットの燃焼回転シリーズですが、マスキャドのプログラムというのは数式のプログラムというのにたったの10個しかないです。プログラムの領域を表すやつ、代入するやつ、あと有文とか、while 文とか、for 文とか、continue とか、return とか、たったこんなしかないので、プログラミングすぐにできますが、これでマスクでできることが格段に広がるので、これでプロットするデータを作ってやると、例えばどんなことができるかっていうのが、よくグリッドを引く機能がマスカドにはないじゃないかと、メープルにはちゃんとあるぞっていうんですが、チャートコンポーネントにはグリッドを引く機能がありますけども、このグリッドをプログラムで作ってしまえばいいということであります。で、これがそのグリッドを作るための、ユーザーズフォーラムで紹介されとったもので、実際は、X 座標をどこからどこまで何とか刻んで、Y 座標をどこからどこまで何とか刻んでってやってやると、この赤い点線の線が引けるということであります。で、この方形波のグラフも、やっぱりプログラムを使っていて、どっからどこまでは1で、どっからどこまではマイナス1で、あとは、再起をうまく使って、それを繰り返せといったような感じであります。で、方形波が、こんだけ出てきて、この赤い点線の線もグリッド線ということで、これもさっきの作戦で上にかぶせたるわけです。だからこれだけの色を緑に変えたり、ちょっと線の種類を変えたりすることももちろんできるといった感じです。で、これ方形波がオシロスコープみたいに見えとると。で、さらに面白いのは、ここにレクって書いてあるんですけども、これがさっきのコンボボックスです。コンボボックスではこんなやつです。どいつを選ぶかというので、三角波を選ぶと、自動的に三角波になると。んで、たったこんだけの音で、三角波と方形波を出したいということが、コンボボックスを使って、他のところ何も変えなくてもできると。で、ここは、フーリエ級数を求めるところです。英語版の中でフーリエ級数を求めているのが一番人気でしたけども、これマスカドのチュートリアルにあるそのもので、大 N 公調波までの半周期が L である関数について、フーリエ級数を求めるという、そういうプログラミングであります。で、それを計算した結果で、大 NT 高調波までの予言成分と制限成分のフーリエ級数の足し合わせ合成をせよといった感じです。で、今、期間数の方形は0でちょうど対称なので、期間数なんで、予言成分は0で、サインの成分の直流分、基本は成分が π 分の4、第2、第3がその3分の1といった感じでできています。で、ここで NT 太いイコールなしに3本線イコール200というので、ここでグローバル定義使ってます。一番最初に紹介したイコールがいっぱいあるよというところのこれです。で、これ何がいいかというと、一番最初の方で何とかをいくつって言って定義すると順番にそれが使えるっていうのがマスカドの基本なんだけども、唯一後から指定できるというのはこれです。で、これを第10個の高調波にすると、1、2、3、4、5、6、7、8、9、第19高調波までの期間数の奇数倍の高調波だけの方形波ができるというんで、これをもし1個だけにしてやれば、
この方形波の基本波成分が出てくるといった感じで、グローバル定義というのをこうやって使うと、第二高調波はないので、どっちにしてもゼロと、第三高調波までだと1,2,3なので、1と3の混ざったこういう波形が出てくると。んで、グローバル定義は結構これ使い道があるのと、どれを選ぶかというので、たった2個しかなくても、このコンボボックスというのが役に立つということがわかるかと思います。はい、以上です。